ことな箱書道。いらっしゃいませ。ことな箱書道へようこそ。本日は詩を一編ご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。窓に灯火が灯るとき、人の心にも忘れていた灯火が灯るのです。夕暮れを働く少年の目が笑いかけているのは、きっと明日の小さな楽しみを思い出したからでしょう。どの人も心に灯火を持って足を早めている。寒い夕暮れの街。高田敏子、月曜日の詩集より灯火です。個人的な解釈となりますが、少し説明をさせていただきます。優しい希望を歌ったものでございますね。一日の終わりに灯る、忘れかけていた明日への明かり。日中は大変な一日を過ごし、そして今日できなかったことも、明日にはできるかもしれない。余震は明日できなくても、明後日は、一月後は、そしていつかは。そうして、希望を先の日に託せるというのは非常に素晴らしいことであり、かけがえのない可能性の広がりを感じさせる。その温かな明かりを持ち寄ることができるからこそ、家族というのはかけがえのないものなのでしょうね。温かく、優しく、それこそまん丸の月のように人々を見守っているかのような素敵で柔らかい詩であると感じた次第でございますね。明日があるというのは本当に奇跡のようなものでございますね。当たり前のように明日があると言いがちではございますが、明日が来ない人も必ずいる。誰かが望んでも得ることのできなかった明日。それをどう生きるのかと考えると、難しすぎる難題のように感じるものでございますが、そんなに背負い込むことなく、ただ一日を過ごすだけでもいいのではないか。そうして、使い潰した明日が増えれば増えるほど、きっと、明日の貴重さに気づいていくものでございますね。当たり前の貴重さに気づくのは、なくした時であると言われるものでございますが、そういった経験はあまりしたくないものでございますね。と言いつつも、当たり前のことは当たり前のことでございますので、その環境にいると気づかないのは当たり前なのでございますけどね。言葉と響きで自由に解釈できるというのが詩の魅力です。あなたの心に浮かんだ情景を大事にしてあげてください。その情景が人生の手助けとなれば幸いです。では、良い歌と人生がありますことをお祈りいたします。お相手は琴ノ葉葵でした。琴ノ葉箱書道。